皆さん、明けましておめでとうございます。サントスです。2019年になりましたね。ということで1本目は、開封動画となります。はい、で明けましておめでとうございますっていうのもあるんですけども、実は私2018年の12月に結婚をしまして、実は結婚後初めての動画ということもあり、ダブル初めての動画となります。よろしくお願いします。まあイノシシ年ということでこの3匹を登場させたわけですが、ちなみにトランセル先生も見守ってくれております。はいはい、ということで今回オリパなんですけれども、秋葉原にあるビームズさんっていうところで1000円のオリパを10個買ってきました。普段なかなかそんな高いのかな買わないんですけど、まあ新年ということでちょっと奮発しね開けていきたいと思います。はい、最近動画を上げてなかったので、まずは開封動画から上げてこうね新年の勢いをつけていこうかなと思います。10個あるんですけれども、これ片方がレアじゃなくて片方がレアじゃないのが表なんですけれども、どっちかな、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。多分逆、こっちな気がする。若干光ってた。こっちが多分 OKOKOK 光ってないので、はい、フェイクのゴマゾウくんからの一発目くん。おお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 びっくりした。これいきなり勝ちじゃない。ピカゼク SR、 これ SR？ SR だよね。 SR だ。え、1000円以上するよね。すると思う。うん、する。え、すごい。いきなり、めっちゃいい引いて、びっくりしてしまった。いいですね。いい年になりそうですね。はい。2パック目、いきましょうか。いやー、いきなり来たな。ちょっと待ってくださいね。これ。あ、多分逆。逆、多分こっち、多分、こっちが光、え、光ってないね。光ってない、光ってない。だから多分全部逆だな。全部逆にして、イワークくんが見えからの2枚目、せーので、ドン！これね、ジュペッタのね、SSR2 枚持ってるんですよ。ジュペッタクメというケージですかね、これ。はい。はい、次行きましょうか。はい。3パック目いきまーす。多分こっち側で、うん、合ってるね。はい、雪わらしくんからの3枚目いきます。せーの、ドン。あー、いいですね。私ジュナイパーすごい好きなので嬉しいんですけど、1000円どうかな、ギリ超えてる気がする。これギリ勝ちですね。多分ジュナイパーか、ジュナイパーの SSR か。いいですね。ジュナイパーは普通の GX しか持ってなくて、普通の SR も持ってなかったんで、いいですね。普通に組みます、組みます、ジュナイパーは。さあ、早いですね。4つ目いきましょう。あと、仙台でちょっと対戦会をしたんですけど、その時ですね、ロストマーチと、ウルネクを握ってたんですけれども、8勝3敗ですかね。やっぱ今の環境はタックがいるんで HP、高い HP を飛ばせるようにっていうので火力が出るその2つのデッキを握ってるんですけど、今のところ結構使用感はいいですね。はい、じゃあ次行きましょう。4つ目、せーので、ドン。ミュウツーってどうなんだ。SSR 多分1000しない気がする。多分1000円しない気がする。勝ち、負け、微妙、負けみたいな順ですね。はい。多分、ミュウツーは知らん。まあ、かっこいいですけどね。あんまり実戦向きじゃないんで、技が。サイコブレイクがまだ210あれば、8巻き込み240っていう、いいラインまで行ったんですけど、絶妙に足りてないっすよね。はい。チョンチーくんが出て、じゃあ折り返し目、5つ目いきまーす。せーの。ほい！これ一番負けじゃないか？今までの中で。ジュペッター。てか、ま、入れていくか、これ、袋に。今さら違う。で、その仙台で対戦会をしたんですけども、結構、10人くらい来てくれたんで、結構本当にありがたかったですね。1月2日にやったんですけど、仙台のサミーと戯れることができて嬉しかったですね。あとは、じゃあ仙台行ったのになんで仙台でオリパとか福袋買わなかったんだって
言うかと思うんですけども、仙台の行ったショップでもう全部売り切れてました。はい。っていうことで、仙台ってあとで、初売りが結構すごいっていうのは有名な場所なんですけども、結構昔はね、地方民しかいなかったんですけど、結構、こう、来て遠征組とかも来るようになったりして、ちょっとなんかこう、上がってるらしいです。てかこれ、ピカテクロ SR が一番いいんじゃないか。しょっぱなで、しょっぱながピークみたいなことないかな。はい。さあ、残り5つですね。後半戦行きましょう。はい。負けた試合がね、高校スタートだったので、やっぱり高校の時に勝てるデッキっていうのが今後大事かなと思います。はい。で、話をしながら6パック目行きましょう。せーの。おー！これは嬉しい！今ちょうどさっき言ったんですけど、ウルネク使ってるので、で、一番レアリティ高いウルネクって持ってないんですよ、私。あ、これは嬉しいですね、個人的にすごい。あ、ウルネクの、このレアリティのやつは嬉しい、普通に。ちょっと光りすぎて、ゴージャス待つのみたいになってますけど、あ、それでも嬉しい、いいですね。あ、これ嬉しい、これ価値も1000円超えてるし、普通に使うカードなんで嬉しいですね。なんかやっぱこうやって考えると、ルギアがそう、なんか奇数回がいいの来てますね。あ、そんな、うん、そうだな、来てるから。ちょっと次がちょっと心配ですけど、偶数回ですね。はい。メロエッタちゃんからの次行きましょう。せーので、ほっ！いやー、君、500円くらいじゃなかった松葉くん。これ、でもなんだろう。うん、あ、でも超か。いや、なんか手札干渉のカードと一緒に入れるなら、で、マーシャドを破れかぶれした後に松葉使うのって結構強いか。一応ミステリートレジャーとの超のシナジーもあるので、いや、でも強かったら誰か入れてるんだよな。残り3つですかね。やっぱ、でも今回次奇数回なんで、結構期待ができますね。ケムッソからの、せーので、ポッ！おー！いいですね。あ、これ持ってるんですけれども、複数あってもいい。みかんの SR。いいですね。これは、うん、全然1000円だったら勝ちですね。やっぱ奇数回勝ちなんだな。さあ、残り、トータルちょい負けくらいな気がするから、あれ？あ、あったあった、あと2つある。これ、で次奇数でしょ。次で2回の勝てないと勝てない気がする。あやー、危ない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 、今逆だった。こいつ逆だった。あ、危ない危ない危ない。動画上なんかかけてるかもしれませんが、なんか光ってるのが違いましたんで、逆にしました。マルノームくんからの、せーので、ポン！あ？の SR は負けじゃないか。ダブルドラゴン、あ、でも時矢の森が来たんで使いやすさ、時矢の森が来たから2色エネルギーのデッキは結構使いやすくなったんですけど、まだあり。グッズロック50、まだありとしか言えない。はい、ということでラストですね。いやー、ちょっとまだ話したかったことが話してないですけど、その対戦会で結構多くの人来てくださって嬉しかったのと、やっぱり今の環境って、タックが結構出てきていろいろ変わったんですけど、ピカゼクが一歩抜いて強いかなと思います、タックの中と。なので今後の大会でも結構ピカゼクとピカゼクの対策っていうところが一つ大事になってくるかなと思います。あ、テテフが、にね、駆られる運命なので、テテフの価値が少し下がりつつ、次に出るデデンデとかが次ね、どう影響するかなというのが楽しみですね。っていう話をしてて、最後の10枚目、いきたいと思います。最後、いきましょう。せーので、ドン！おー！かぶる！いや、嬉しいんだけど、当たり気味で被りだからいいし、複数使う気だからいいんだけど、あ、それで被る？これもう一枚買えってことですね。はい。ということで、ウルネク、また出ました。まあ、これ今年ウルネク使えってことですね。もともと使う気だったんでいいんですけれども。はい、ということでこの10枚です。これね、微負けな気がする。多分、
勝ち負け微妙に勝ち負け負け勝ち負け勝ち負け勝ちなんであれですけど、うん、でもなんかあれですね、あの大負けがないので、なんか全部500円600円でも最低でもするかやつなんで、まあ、そこはありがたいなっていう気がします。はい、じゃあ今回はこれにて終わりになります。ご視聴ありがとうございました。またねー。